はい、どうもこんにちは。今日は関節やりますかね。はい、ということで、絡まれてですね、掴まれた時の返しをやっていきたいと思います。はい、まあちょっと法律の話も交えながらですね、行こうかと思います。じゃあ例えばですね、外出中に、まあ何らかの形で相手から掴まれたとします。で、大体パターン的にはですね、この胸ぐらであったり、この一番多いのはこの T シャツの袖を掴んでくるパターンが多いと思います。で、まあ早速やっていきますけど、こうやって掴まれた場合は、もうあの暴行罪です。で、一応ですね、まあ、正当防衛程度にしておきます。で、殴ったらもう過剰防衛になるので、まあ、そこの法律をですね、まあ、しっかりしたい方は殴らないように気をつけてください。で、もうついでにもう反撃で殴っちゃえっていう人はもう自己責任でお願いします。そこは僕はですね、責任取れないので。はい、じゃあ、こうやってこう掴まれました。で、相手はこうやってこう殴るぞってこうギャー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 言ってくると思うんですけど、まずこの掴まれた手を、こっちですね、反対側の手で押さえます。で、しっかり押さえてください。でないと、あの反応のいい人こう手引っ込めちゃうんですよ。で、チャンスがなくなっちゃうのでですね、掴まれた手を反対の手で押さえる。で、押さえた後に、手をですね、内側から外側に大きく回してください。そうすると、まあ、ちょっとこれ人形なんで分かりづらいですけど、あの相手の肘と肩の関節をこう固めることができます。で、相手はもう、いでってもうこの状態でなってます。で、まあ、体格によりなんですけど、まあ、自分と同じぐらいの体格、もしくは、自分より小さい体格の相手だと、もっとこの腕をグググググッと深く入れたら、反対の腕までこの片手で掴めちゃいます。で、そうすると相手は両手塞がりで、こっちは片手開くので、こうやってこう殴ることも可能です。でもここまで行くともう過剰防衛なんでですね、そこは自己責任ですよ。はい。で、この関節が決まって、相手はもう無抵抗の状態なんで、まあ足かけて倒しちゃってもいいです。で、まあ誤審としてはですね、ここで逃げてください。はい。もう関節決まって、もうそれだけでも相手がもうこういう状態になるので、その状態からもう逃げるですね。基本的にはもう逃げてくださいね。はい、じゃあもう一回やってみましょうか。はい、相手から掴まれました。まあこれ袖でも胸でも一応できます。はい。で、腕を内側から外側ですよ、大きく回してグッとこの肘と肩を固めます。で、いけそうであればもっと腕を深くグイグイいって、反対の手もホールドまで。で、ここで足をかけて倒して逃げるです。 OK ですか。はい。で、ここでちょっと注意点としては、最近ですね、ピタピタのインナーを着てる人がいますよね、長袖なんかの。で、ピタピタのインナーを着てる人は、滑りやすいので、逆に抜けられやすいので、しっかりこう腕を大きく回して、ホールドするように心がけてください。で、こちらもピタピタのインナー着てて、相手もピタピタのインナーを着てると、もうお互いツル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 滑るので、技が決まりにくいです。ですので、これはですね、しっかり、まあ、友達と練習してください。はい。と、まあ、こんな感じですけど、はい、皆さんもですね、これ、本当に日頃から、
練習してくださいね。あの、僕ですら、あの、久しぶりにやると、うん、ちょっとこう、入りが悪いなっていう時あるんでですね、これはもう本当に日頃からの、あの、練習がとても大事です。はい、ということで、まあ、今日はちょっとここまでにしましょう。あの、他にも応用がいろいろあるんですけど、まあ、あんまりいっぺんにやってもですね、なかなか身につかないので、今日はこの腕の関節をですね、しっかりと、練習してものにしてください。はい、では今日もですね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ウィース。